どうしようこれ。じゃあ鍵。使う。え？嘘、鍵壊れてんて。え、鍵壊れたってどういうこと？ちょ、待って、わからへんねんけど、鍵が壊れたって使えたってこと？その、開いたって意味？僕が扉を押すと、扉はきしみながらゆっくり開いた。意外なことに、部屋の中は明かりが灯されていた。いくつもの燭台が部屋の中をこうこうと照らしている。揺れる明かりの中央でそれは泣いていた。あ？牛の頭だ。恐ろしく大きな牛の頭。すごいな、永久ろうそくやな。誰かが今もたまにここに来てはろうそくに火を入れてんのかな。それが紫の座布団の上に乗せられている。牛の頭は人間そっくりの表情で泣いていた。ボロボロと大きな瞳から涙をこぼしていた。僕は立ちすくんでいた。と後ろから背中をつかれた。あっと小さな悲鳴を上げて、僕は部屋の中に押し込まれた。え？せっかくの宝だ。ゆっくりとそばで見たらいい。船長だった。若い男がその横に立っていた。その若い男に腕をつかまれている女、マリだ。マリ。男がドンとマリの背をついた。マリはヨロヨロと僕に近づきしがみついた。この牛が宝。僕は牛の頭を見てそう言った。そうさ、答えたのは船長だ。キシザル家の秘宝だよ。その時牛の口が開いた。その唇も歯も舌も人間のものだった。我は牛にあらず。牛の頭はそう言った。九段ね、マリが言った。九段？よう読めたやろ私これ。そう、私ね、あの怖い話好きやから九段知ってんねん。船長が首をひねった。この牛の頭が未来を予言するのね。そう、何パーかの確率で生まれる、動物から生まれる人の言葉を喋る子供らしくてね。その子供はなんか不吉な予言を残すとすぐに死んでしまうらしい。おお、よく知っているな。だがそれは九段なんかじゃない。牛頭様だよ。牛頭様。岸猿家の方々がその秘宝で作り出した神様だ。平安の昔から我が一族に伝わる秘宝よ。船長の後ろから小柄な老婆が顔を出した。キヨさん？キヨさん。僕はつぶやいた。確か屋敷にいたキヨさんだ。私は岸猿キヨ。岸猿家の最後の血を引く者。村人に壊れて、牛頭様の秘宝をもたらしにやってきました。さっぱりわかんないよ。僕は叫んだ。それに答えたのは若い男だった。それは巨大な牛の頭蓋骨に、顎や歯や舌をつけ、漆を重ね、それに男女の愛液を120回塗って、曼荼羅を書き込んだ呪物だよ。もちろんそんな巨大な牛はいないだろうから、おそらく、角竜かな？角竜の化石か何かを利用したんだろうね。作り方は、立川流そっくりだが、流派の牛頭様作んの流派いくつかあるんや。なんか裏線形みたいなこと？そっくりだが、もしかしたらこちらの方が先かもしれない。立川流の台頭？大頭かな？が喋っているのを見たことはないが、何しろこいつは本当に喋るんだからね。お前は誰だ？言っていることはさっぱり理解できなかったが、とにかく無性に腹が立っていた。男が妙に第三者的な冷静な喋り方をしていたからかもしれない。
僕は我孫子和弘、民族学を研究しているものだ。それじゃあ船長さんの話って、お前ね、多分この我孫子和弘さん、今までの登場人物で見たことがないシルエットしてるわ。なんかちょっとシュッとしてる。それじゃあ船長さんの話って。さすがのマリも驚いて言った。そうだよ、船長はあっさりと答えた。話もメモもわしらが作ったもんだ。こんなに面白いように引っかかってくれるとは思わなかったな。全部作り話だったの？マリには相当ショックだったようだ。この島が呉田島と呼ばれていることと、内海が、うわー、これ待って、呉田島はなんとかなってんけど、これエギューズや。エギューズの海と呼ばれていたこと以外は全て嘘だよ、笑いながら息子は言った。この島で生贄用に牛を飼っていたのは本当さ。だが牛の血だけではどうにも保てなくなってきた。保てない？何が？僕が聞くと息子は危機として答えた。ギューズ様は未来のことを予言する。その力を使ってキシザル家は権力を持った。そしてその権力で我孫子村周辺の住民は潤った。しかしギューズ様がその力を維持するには血が必要なんだ。生贄の血がね。ところが出来が違うんだろうな。牛ではあまり力を発揮できない。で、本来の姿に戻すことにした。昔のように活気を取り戻すようにね。あ、ちなみに昔の生贄というのは人さ。しかし大正以降はなかなか人を生贄に出すのは難しくなった。そのおかげでだんだん岸猿家も没落し、最後には一家離散さ。近隣の村も落ちぶれる一方。ところが最近、岸猿家の最後の血を引く人物が生存していることが分かった。清お嬢様だよ。船長が嬉しそうに言った。それで、息子が話を続ける。秘宝を再現できる目処も立った。あとは生贄を探すだけ。これでクレタ島の話も絡めて財宝が隠されているよという噂を流すことにした。ただしそれほど噂が広まっても困るんだ。みんなが押し寄せたりして、本当にギューズ様の秘密が世間に漏れたら大変だからね。それで試しに何人かを島に集め、同じように宝探しのネタを撒いておいたのさ。どこかのバカが飛びついてこないかってね。船長と息子は声を揃えて笑った。そうやっていると本当にそっくりだった。笑うようなことでもありません。そう言ったのはキヨさんだ。キシザルの秘宝は古の技法。太古より伝わるこれが、クレタとやらの神話とつながっていないとも言えませんよ。キヨさんは二人を順に見回してそう言った。てかさ、相手はさ、若い男は一人いるけど、あとジジイとババアやんか。これマリさんも死に物ぐらいになったらいけれへん。てかマリさんってどうなんやろ。あの強い、マリさんは喧嘩が強いっていうあれは引き継いでる設定なんかな。いや、私ならもう行くけどな、佐伯くんと共謀して。とりあえず、まあ、ジジイからやわな。ジジイとババアは膝裏コーンって言ったらいけるやんか。で、ここを適当に、いなしたら、まあ、次はこいつやわな。でもね、やっぱりね、この人、あれでしょ？この船長の息子さんでしょ？もう30歳ぐらいと思うねん。30歳、40歳ぐらいと思うねんな。その適齢期で船長が子供を作ってるならね。やっぱりね、大学生には勝てないと思うねんな。3、40歳の考古学者は、現役大学生には喧嘩で勝てません。やろうか。さてと、ギューズ様がお待ちだ。しらけた雰囲気を打ち消すように、息子が大声で言った。私と佐伯くんの今日、あ、わー、武器持ってるやん。船長は大きな舵を取り出してきた。その時だった。かすれた声が聞こえた。
そこな二人、よう聞け。決して大きな声ではなかったが、この場にいた全員はそれを見た。人の頭を人の身にできそうなほど巨大な。しかし、形だけは人間そっくりの牛の口が開いていた。ん？頭捨て、蹴りて終わる。正しきは、棚をかき、なんちゃらず。牛頭様のお言葉です。つぶやきながら、キヨさんは牛の頭に近づいた。これは、避けることのできぬ予言。キヨさんは牛を抱きかかえるように腕を広げた。大きく見開いた牛の目から流れる涙をその手で拭う。そうかそうか、哀れよの。神の恩美にしても、英語の時はつろうございましたか。キヨさんもまた涙を流していた。めっちゃ好きやりやけどな。キヨさんはさ、もうキヨお嬢様って呼ばれてんねんから、こいつやったらしまいちゃうの？それを拭いもせず、きっと僕たちの方を見る。聞きましたか？終わらせるのです。あなたたちの手で。これ、誤信？牛頭様のお役目を終わらせるのですよ。あ、そういうこと？そっち？こっち側ってこと？清お嬢さん一体何を言ってるんだね。頭落とせって言ってるから、自分の頭を落とせって言ってんのかな。船長が無然とした顔で言った。分かったよ、キヨさん。僕は一歩前に出た。頭捨て、蹴りて終わる。そうだよね、キヨさん。キヨさんがこくりとうなずく。キヨさん、ちょっとどいててくれ。そう言うと同時に、僕は牛の頭を抱えた。それはしっとりと湿っていた。濡れたビロードを触っているようだった。えいっとそれを横へ押し倒す。力はそれほど必要なかった。悲しげな牛の目が僕を見ていた。ごろりと牛の頭が横倒しになる。何をする？船長が舵を振りかぶった。ノコか。舵って言っちゃったノコね。マリが即座にその腕にしがみつくのが見えた。横になった牛の頭はその切断面をあらわにしていた。それは魚の腹のように白くブヨブヨとしていた。迷っている暇はない。僕は、うわ、かぶりたい。いや、かぶりたいけど、これはちょっと蹴っとこう。僕はためらうことなく、その柔らかそうな断面を蹴った。薄皮は一瞬にして裂ける。そして中から薄紫色の臓物のようなものが吹き出してきた。牛の頭が叫ぶ。悲しげな、寂しげな声だった。船長は完全にそれに気を取られていた。僕は棒立ちになった船長の顔に思いっきり拳をぶつけた。ギャッ！え？悲鳴を上げたのは僕だった。人を殴ることがこれほど痛いことだとは思わなかった。ああ、手が痛いってことね。だが今は痛がっている場合ではない。逃げよう！言ってマリの手を取った。さあ、早く！許さん！船長がノコを持って立ち上がった。部屋を飛び出し僕たちは走った。キヨさんが小さくお辞儀するのが見えた。そうか、よかった。キヨさんが牛にしがみつくのを見て後ろからやったれって言った自分が恥ずかしい、私は。どこへ逃げる？後ろから船長の声がする。漁港のみんなも生まれ変わる牛頭様に期待しているんだ。僕はマリの手を引き走り続けた。腰をかがめてやっと通れる狭い通路にまで戻ってきた。マリを先に押しやり後ろからついていく。後ろから船長の声が追う。どこへ逃げても連れ戻されるぞ。たとえ本土に渡ってもな。あいにく僕たちは往生際が悪いんだ。頭の中でつぶやきながら僕は地面を張った。僕たちは小さな部屋まで戻ってきた。中央に高い石柱があるあの部屋だ。あれを。マリが石柱の上を指した。
石柱の上には麻袋が乗っていた。石か砂が入っているのだろう。重しに使うために船長たちはあれをここまで運んできたのだろう。麻袋には縄がかけられ、それは床にまで伸びていた。僕は縄に手をかけた。待って、マリが言った。どうするつもり？あれを落としたら扉が閉じるはずだ。船長を閉じ込めるんだよ。でもキヨさんまでここに閉じ込めることになるわ。致し方なし。最後の最後、キヨさんはギューズ様の予言を解いて僕たちを助けてくれた。そのキヨさんを洞窟の奥に閉じ込めることになる。でもそれはさ、ギューズ様がさ、自分を殺す方法をつぶやいたからでしょ。それ聞いて、あ、永遠の身でもしんどいんやなっつって、神様でも永遠の時を過ごすのは辛いんやなって言ってキヨさんがこっちに願えただけで、ギューズ様が普通に血が飲みてえって言ったら、私たち殺す気やったんやったとしたら、もうキヨさんはええやん。迷っている暇はなかった。行こう。僕はマリの手を引いた。ここで情けをかけるか。マリが微笑んだ。正しい選択をしたんだ、僕は思った。後で助けに来たらいいやんな、小林さんとかに言って。長々と細い道が続く。僕たちはひたすら走り続けた。最初の分岐点に出た。水が、僕はつぶやいた。僕たちが来た時には他の道はすべて水に浸かっていた。その水がどこにもない。かまいたちの夜よ、マリが言った。覚書に書いてあったわ。50年に一度この島に大風が吹くんですって。それが済むと今度は潮が一斉に引いてしまうんだそうよ。その日が今日、多分ね。どの道も同じように僕たちの前に通じていた。道は6つ、進行方向に開いた道はそのうち5つ、赤い糸がその中央へと続いている。アリアドネの糸玉を持ってきてよかったね、僕はマリに笑いかけた。しかしマリは黙ってうつむいている。でもこれを信用できる？どういう意味だい？船長たちはきっとこんなものなしに洞窟の中を行き来できるんだと思うの。もしそうなら、あの人たちがこんな道しるべをそのままにしてくるかしら。それもそうだ。もし逃げられた時のためにわざと糸を違う道に引くことも考えられる。大丈夫さ、今まで水に浸かっていた道は濡れているからすぐに。見渡すとどの洞窟も濡れて光っている。確かに来る時も触れば壁はしっとりと濡れていた。そうか。そういった僕をマリが少しだけ期待した目で見た。舐めてみればいいんだ。僕は一つの通路に近づくと、え？床やんな。床舐めた時にしょっぱかったらってことじゃないの？僕は一つの通路に近づくと床を撫で、濡れた指先を舐めた。しょっぱい。やはり床を濡らしているのは海水のようだ。そうか。僕がしようとしていることが分かったのか、マリが声を上げる。水に浸かっていない洞窟が濡れているのは、大気中の水分が冷たい岩に触れ付着したからだ。いわゆる汗をかいた状態だ。それは水蒸気であり真水。しかし他の道は海水で濡れているはずだ。僕は道を順番に味見していった。だが期待に反してどの通路も潮の味がした。どうやら大気の水分が付着したのではなく、海水がどこからか漏れているのだろう。僕もマリもがっくりと肩を落とした。そこか、そこにいるのか。船長の声だ。僕はマリの腕を掴んだ。あー、なんかさ、よくあるやん、指先ペロッと舐めてさ、風の吹く方を調べるみたいな。あれさ、わかる？あれ結構熟練の冒険者じゃないと、あれでどの方向から風が来てるかはわからんと思うのよね。それでそれもあって避けたんやけど。
あっちが正解やったんかな。まあいいや、ケイトの道進もう。とりあえずこっちだ。僕は赤い糸の伸びた道へと進んだ。間違った道に誘導するために船長たちが糸をいじったとしても、それほど前にまでは遡らないだろう。それだけの手間をかける意味がないからだ。それならばそれから引き返しても構わない。何しろそこまでは糸が残っているのだから。ただしその時には船長たちと戦う覚悟で引き返さなければならないのだが、それに船長の言ったように町に戻っても僕たちを捕らえられるのなら、ややこしい罠など作らないのではないか。いずれにしろ他の道に進むよりも助かる確率は高いはずだ。しかし僕は楽観的すぎたようだ。糸は途中で途絶えていた。どうする、進む？マリが言う。進もう。この先で待つんだ。何を待つの？船長たちさ、待ち伏せするんだ。しばらく待って来なかったら戻ってみよう。船長たちにしても僕らがどの道を進んだのかわからないはずだ。僕たちは先に進み、岩陰に隠れると、そこで懐中電灯を消した。明かりを消してしまえば全くの真っ暗闇だ。ここまで急いできたので、まだ心臓が激しく脈打っている。地面に腰を下ろし、荒い息を耐え、じっと待つ。いつまで待っても誰も来ない。待つことほど不安を煽るものはない。とうとう耐えきれなくなって僕は言った。もう行こう。きっと船長たちは正しい道から外に出たんだよ。表で待ち伏せすればいいんだから。そうね、そう、確かにそうよ。この洞窟の中で私たちを捕まえる必要はないわけよ。自分で言ってから僕もそのことに気づいた。ということは、これは僕たちよりも先に外に出るための罠か。どうする佐伯。決めた。さっきの分岐まで戻ろう。戻るってそれじゃあ。あの分岐はさっきまで水没していたよね。マリがうなずいた。それならば、あそこから海に出られるわけだ。おそらく内海にあったあの洞窟に。まあ、そうやわね。海水でもどの道もさ、あれやったんでしょ？しょっぱかったんでしょ？まあ水がそこに海水があったのに今ないってことは、辿っていけば、いつかは海に出るってことなんやろうけど、分岐がえぐいっていう。これもまた楽観的すぎる考えかもしれない。しかしまともに外に出ても船長たちに見つかるだけだ。それならば、ここで勝負に出た方がいい。一応さ、ここで途切れてるアリアドネの糸玉回収して、それ敷きながら探索しない？わかった。マリが言った。佐伯を信用するわ。よし、決まった。行こう。分岐点に戻ると、ヤマンバの部屋に続く道がいつの間にか閉じられていた。進むべき道は4つ。よく見ると、ヘビ、お、リン、ドーの文字が入り口に刻まれている。あー、ダビリンドーね。ダビリンドーやろ。どうかな。僕たちは銅の通路を進んだ。暗い道はなおも続いた。そして今度こそ本当の明かりが見えた。夜空だ。夜空が見える。そして波の音。やった。出口だ。あの船から見た洞窟の入り口にたどり着いたのだ。あの、とマリが顔を伏せた。どうしたのマリ？ここまで来れば大丈夫さ。あの、私泳げないのよ。僕は驚いた。スポーツなら何でも得意なマリが泳ぎができないなんて。僕はここぞとばかりに胸を張った。心配ないよ。僕は泳ぎが得意なんだ。さあ、おいで。僕はマリを抱きかかえ、海へと飛び込んだ。
そうね、マリさんは暴れずに力を抜いて佐伯くんが引っ張るままに流されてくれたら大丈夫。暴れたらあかんよ。鳩場までの距離は知れていた。僕たちはずぶ濡れになって這い上がった。いるー遅かったな、船長が言った。あんまり待たせるなよ。ニヤニヤと笑っているのはその息子だ。どうしてここが？他の出口は塞いでおいたからな。海に出るしかない。今夜はかまいたちの夜で潮が引いているからな。その間に来なかったら、その時は溺れ死んだってことだ。キヨさんはどうしたの？マリが言った。あの部屋に残ってもらったさ。ギューズ様がいなくなれば用なしだからな。あのばあさんでは一からギューズ様を作り上げることもできんし、そうなればただの足手まといだ。船長は笑った。なんてやつだ、閉じ込めておけばよかった。あんたたちが甘いんだ。もっともそのおかげで私たちも閉じ込められずに済んだんだがね。息子が淡々と言った。さてと、こうなると館のやつらにはとにかく帰ってもらうとして、問題はあんたたちだな。いらぬことをいろいろと知ったやつには、まあそうされるわな。僕はマリをかばってその前に出た。死を覚悟した。その時だった。え？ずるっと船長たちの体が沈んだ。転んだのかと思った。がそうではなかった。え？二人とも腰まで地面の中に埋もれている。え？さらに二人は沈み込んでいく。痩せた細い腕が肩にかかっていた。その腕の持ち主は、え？キヨさん。僕はつぶやいた。岸猿の秘宝を甘く見てはならん。アビコ村の人間ならそう聞かされてはおらんかったか。キヨさんが言った。初めて二人は悲鳴を上げた。キヨさんの細い腕に力が入ったかと思うと、ずいっと二人の頭は地中に消えた。まるで水の中に沈み込むかのようだった。キヨさん。僕はキヨさんに手を伸ばした。しかしその指先はキヨさんの体を捉えることはできなかった。キヨさんは静かに笑った。これは本当の体ではありません。ただの幻。そう言うと、キヨさんは風に流される煙のように大気の中に薄まっていく。すべてはギューズ様のお言葉のままに。私もこのために島まで来たのでしょうね。もう、岸猿家があなたたちに迷惑をかけることはありません。村のみんなも今夜の夢でギューズ様が昇天されたことを知ったはず。誰もあなたたちの足止めをする者はおりませんでしょう。もうキヨさんの姿はほとんど見えない。力を使いすぎたようですね。それではお世話になりました。姿が消える寸前、キヨさんは僕たちに深くお辞儀をした。これで、マリが言った。終わったのね。そのようだね。マリが僕にしがみついてきた。僕はその肩をしっかりと抱きしめた。岸猿家の財宝は手に入れ損なったけど、それ以上に素晴らしい宝を僕は手に入れたようだった。なんやねん最後最後ムカつくわー何よ最後、いいけど別に。まあちょいちょいね、謎展開はあったよね。なんか広間の中にポンと立つ数字の書かれた石とかね、なんか一体
いつどこで誰が設置したみたいな数々の仕掛けもあったしね。あれも全部このギューズ様のために船長親子がやったことやと思うと、なんかお疲れっすって感じやけど洞窟編ね、ちょっとあれ気になるよね。あの鍵手に入れた時にさ、イグアノドンの台座の真ん中のところがせり上がって謎の入り口が現れたやんか。あそこね、あれ入らずに鍵開けちゃったから。しかも鍵もなんか適当に上から3つ使ったけど、あれ組み合わせ次第でとかそういう話になってきたらもう骨折れすぎて大変でもあのイグアノドンのところもしんどいな。また私鍵ゲットせないかんねやろあれ。いやーなかなかですけど、まあやりましょうかいな。